はい、皆さんこんにちは。佐賀県敦でございます。3時をちょいと回りましたね。3月は6日のウェンズデーでございまして、結局今日は日経平均はですねマイナス6で終わりましたね。4万飛び飛び飛び3円というところですね。面白いですね。ドル円 149.925 と、まあ動きなしと言っていいのかな。ちょい高かな。香港はプラスですね。今日は324というところに来てまして、調子いいですね。はい。注目ドルウォン、さっきちょっと盛り返しましたけど、1333、はい。小忙しいのがドルウォンでございます。さて、本題いきましょう。このサイトザ・ニュース・レンツという台湾のサイトらしいですよね。最近よく見かけるようになりました。そこに今日出た記事です。中国人組織全米で大麻を大量違法栽培ということです。メイン州では6500億円の荒稼ぎも米当局指摘ということでございます。ちょっと読みますとこんな感じですね。カリフォルニア州ロサンゼルス郡保安局は今月1日、中国人が運営管理する3カ所の大麻栽培施設を強制捜査した。2021年頃からロサンゼルス郡内で中国人などアジア人が所有運営する大麻栽培施設が急増していると捜査官は説明。ここから得られる利益は数百万ドル、過去数億円に上るが刑事罰は非常に軽いと付け加えた。ロサンゼルスって大麻を吸うこと自体は罪ではないんじゃないですかね。日本でもですね、大麻、いわゆる大麻なんていうの、マリファナかですね、を吸引すること自体は罪にならないんですね。所持することは罪になるんです。だからですね、どうしたらどうするんでしょうね。隣の人にもらってすぐに吸ったらですね、それは逮捕されない。逃げてるわけですね。それ持ってるとアウトっていうなんか変な法律ですけどね。で、それはなぜ日本がそうなってるかと言いますとですね、麻を作る農家の方からは必ずいうプラス反応が出るんですって。大麻については、で、その大麻を吸引することを犯罪にするとですね、麻作りの農家の人が全員犯罪者になってしまうんでですね、それはできないということらしいですよ。これは知り合いの先生に聞いた話ですけど、へえと思いました。だからこうやってもらって、火のついたものをもらって、うんって吸うのはですね、OK と言われますね。はい、日本でもね。で、カリフォルニアも確かそう同じようなもんだと、確か、OK だったと思うんですけど、でも、州によってはアウトってのもあるみたいですね。当局によると、各施設には、強化構成ドアが設置されていたため、巨大な回転式チェーンソーで入り口を壊して立ち入った。えらいことですね。一つの施設には違法に栽培されていた約4000本の大麻草を押収。大麻成分 THC の含有量は 27% と測定され、質が高いため、特にニューヨークなど東海岸の大都市では、高級品として違法に取引されているというと、ある捜査員は FOX ニュースに、このような施設から毎月何百万ドルもの金が海外に持ち出されていることも突き止めたと明らかにした。同施設はロス郊外のエルモンテ繁華街にある陶器の直売所の裏で運営されていた。押収した約4000本の大麻草は卸売価格で約200万から300万ドル。日本円にすると3億5000万から4億5000万と推定されると。カリフォルニア州シスキュー郡のジェレマイア・ラル保安官は FOX ニュースに、中国人が入国して土地を買い、そこで違法な大麻栽培が爆増しているとし、我々のコミュニティだけでも
数千もの場所で違法、不法栽培が行われていると憤った。実際、シス九郡での違法な大麻栽培は2000年以降に爆発的に増え、現在は8000もの栽培施設が田園地帯に点在していることが航空写真で確認できるという。それぞれの栽培面積は平均約48,500平方メートルで、敷地内にはビニールハウスも4、5棟あり、それぞれの中に数百本の大麻草が植えられていると、非常に収益性が高く、ほとんど取り締まりがないためますます増えているとラルフ保安官は状況説明と、まあ以下そんな感じでですね、こう書いてございます。一応貼っときますね。今1ページ目の半分ぐらいまでを読みました。中国人が必ずしもですね、その、そっちの方面のことばっかりしてるなんてことを言うつもりは全くございませんけどもですね、中国人がたくさんいるところにはですね、そういったクリミナルな現象っていうのは発生しているんではないかなという気がします。非常に親和性が高いような気がしますね、クリミナルな部分と。で、まあ、その、なんて言いますかね、やつらはですね、その、鼻からそういうことをやろうと思ってるわけじゃなくて、要は金になることをやるんですよね。手っ取り早く金になる、お金になることをですね、こう追求するわけでしてですね、でそれが往々にしてそっち方面に行ってるということではないかなと私は思うんですけどね。で一時期、どうでしょう、20、30年前、日本でもですね、彼らのですね、そういうシンジケートみたいなのがいっぱい できてですね、何やかんやっつってそのやってましたよね。あの不夜城なんていう小説がありましたよね、長谷清舟さんの。新宿歌舞伎町の話でですね、台湾から始まってですね、そっち方面、中国系の方々がですね、抗争しているというようなことがテーマになっていましたけども。昔に比べたらなんかちょっと薄まった感じがしますね、そのあちらの方とクリミナルなこうイメージがですね。で最近はベトナムなんですよね。で中国人がそのバックに陰にいてですね、実行部隊が元不通量インドネシアの方々というパターンが増えてるような気がします。やっぱしね、外国人のそっちの比率ってどこの国でもかなり高いんですね。先日あるヨーロッパのですね、警察の組織、警察のに所属してるのかなっていう人の話をこう聞いてたんですけども、圧倒的にね、多いんですよ、やっぱし。その純粋なそこの国の人たちよりもですね、移民というか不法入国もあるんでしょうけど、移民や不法入国でやってきた人がですね、そっち方面に走る、その薬関係もありますし、その他いろんなクリミナルなところにですね、こう行ってしまうという率は非常に高いんですね。高いというふうに言ってました。彼はそういうデータを司る仕事をしてるんですけど、圧倒的やと言ってましたね。だから今ヨーロッパ各国はですね、もうその移民をどうするか、あいつらを追い出そうぜみたいなですね、主張する政党がですね、どんどん票を伸ばしてるわけですね。で今ですね、イタリアには右派政権が誕生しました。オランダにもこの前右派政権が誕生しました。ドイツでもですね、 AFD というですね、右派の政党がガンガン票を伸ばしまして、フランスもですね、マクロの次はですね、ルペンちゃうかというふうに言われています。何かというとキーワードは移民なんですよ。でアメリカでも当然ですね、それは昔から移民国家ですからね、だから昔からその問題があってですね、最近にわかにこう、浮上しているのがそのターゲ、あれですね、中国系の方々のそういう行いですね。で今後もこれ増えていくと思いますし、なんて言いますかね、そのこういたちごっこですからね。で彼らは本当に次か次へと金儲けの手段を考えます。で簡単に儲かるのはやっぱりクリミナルなあっち方面なんですよね。
まっとうな商売で金が儲けられればそれでいいんですけど、それではなかなか儲からんという時にそっち方面に走ると、割合簡単に金が儲かってしまうから、やってしまうと。そこのですね、こう、一つのラインを乗り越えるのにですね、彼らは非常に心理的ハードルが低いんちゃうかなというような気がしますね。はい、ということで、この TENL の今読みかけましたページのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。